大桜草は桜草か桜草族の多年草。根生葉は直径5から12センチメートルで手のひら状に7から9列し円は三角形ののこぎり形状である。花形の高さは15から40センチメートルで4から8個の紫紅色の花が林上につく。白山小桜と比べると葉が大きく形状が大きく異なる。 果管の直径は1.5から2センチメートルで5列し、それぞれが2列し、中央部が黄色である。開花時期は6から8月上旬。和名の由来は、大型の桜草で花が山桜に似ていることによる。別名が、宮山桜草。山野草として、苗が販売されている。北海道西南部及び、本州中部以北の赤黄山帯の、やや湿った草地に分布する。 白山周辺の生息地がその南西原である。長野県では白馬岳の白い花がちで赤く染まったという大桜草の伝説がある。日本の固有種で基準標本は北海道のもの。日本の各都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。石川県では減少の原因が自然繊維、踏みつけ、園芸採取、産地極限であると推定されている。 環境省としてのレッドリストの指定はない。環境省により、上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、白山国立公園などで自然公園指定植物となっている。ありがとうございます。